輪島市町の町にある老舗和菓子店吉野家。元日の地震で店舗や倉庫が全壊し、工房には和菓子作りに使っていた大切な機械が取り残されたままとなっていました。今日は和菓子の機械とか機械に関連するもの、はい、お家のものを取り出すという形で、よろしくお願いします。大型の機械を運び出すために集まったのは、重機の扱いに慣れた解体業の経験者などが参加するボランティア団体のメンバーです。和菓子屋を営んでいたこちらの工房では、梅雨で雨の日が増えるのを前に、まだ使える機械や家財などを救出する作業が進んでいます。今日は焼き菓子の生地を流す機械や洗浄機を運び出しました。こちらの和菓子店が機械の取り出しをボランティアに依頼するのは今回で3回目。雨に濡れると精密機械は壊れてしまうため、過去2回は天候に恵まれず取り出せなかったといいます。輪島塗りとかもそうだし、まあ、こういう機械類、あとお米とか雨に濡れるとダメになってしまうものは梅雨の前に出し切りたい。生活を想像できるものとか、まあ、大事にしてたものとか、生きていく希望になるものを少しでも取り出せたらなと思ってます。一方、依頼者にとってはこんな課題も。いろいろとまだいっぱい出したいものはあるんですけどね、置く場所がないもんで、まあ、ちょっと工夫しながら、いろいろ考えながら、これから前に進んでいきたいかなと思ってますけど。知り合いに納屋を借りて取り出した機械を一時的に保管していますが、スペースが限られているため、工房内からすべて取り出すことはできないといいます。震災から間もなく半年、建物の工費解体が進む中、大切な家財をどう守っていくのかということも重要な課題です。